ブロックパーティーは、イギリスのロックバンド。2003年結成。ロンドンの学生アートロックシーン出身のロックバンド。ギターロックにパンクテクのダンスミュージックなどの要素を、組み込み、請求で複雑なドラムラインに乗せた、知的で洗練された鋭角的なメロディーが特徴。しばしば、ポストパンク、ニューウェーブリバイバルの一翼と紹介される。バンド名に特に意味はないが、 アメリカの地方行事ブロックパーティーの語呂合わせで語尾の刑を取ることでイースタンブロックを思わせるとのこと。左利きだがドラムは右である。1998年、ケリーをケレケトラッセル・リサックがロックフェスで偶然知り合い、意気投合する。2年後、2人が NME に出したメンバー募集の告知にゴードン・モークスが応募しか入。その後、 知人を介して、マットトンも加わり、2002年に、現在のメンバー編成として、バンドを結成。2003年、当時大型新人として、頭角を表していたフランツ・フェルディナンドにデモテープを送り、全座に抜擢され、音楽活動を本格化する。その頃から、イギリスの音楽市場において、注目を集める存在となり、2004年にメジャーデビュー。日本では、 同年7月にデビューミニアルバムを発売。8月にはサマーソニックレ04で初来日を果たした。2005年初頭、ファーストアルバム、サイレントアラームを発表。同年の各国音楽各種において、のきなみ高評価を得るとともに、ヨーロッパの実に9カ国でチャートの10位以内にランクインするなど、人気、セールスともに大成功を収めた。 この頃は1990年代のブリッドポップ期の再来といわれる2000年代のバンドブームの一例の存在として周囲からは認識されていた。2007年、社会性を強く打ち出し、前作から大きく変貌を遂げた意欲作のセカンドアルバム、A Weekend in the City を発表。この作品によって UK ロックシーンにおいて放末バンドでないことを印象付けた。以降、 流通や、レディオヘッドといった、社会派バンドとしての評価を受けるようになる。2012年3月、バンドは、米フレンチキスレコーズと契約し、コーペレーティブミュージックと北米、日本、東南アジアを除く、全世界におけるパートナーシップを締結したことを発表した。同年8月、約4年の休止期間を経て、ホースアルバム、フォーリリース。2013年に、 マットトンが2015年3月にはゴードン・モークスが相次いで脱退。2015年8月19日、ジャスティン・ハリスとルイーズ・バートルを加えた新ラインナップでの初ライブを行った。かつてオアシスのギャラガー兄弟がアートスクールの学校祭バンドと一周したことがあったが、ア・ウィークエンド・イン・ザ・シティを聞き、彼らは過去の否定的な考えを撤回した。特にリアムは そのアルバムの最後の曲、SRXT を聴いた後、クッションに向かって15分間泣いたとも告白している。ブロックパーティーからゴードン・モークスが脱退アマス・ハット、ブロック、パーティー・サインズ・フレンチ・キス、レコーズ・コーポラティブ・ミュージック・フォーニュー・アルバム。ミュージック・ウィーク、2013年2月28日、閲覧。ブロックパーティー、メンバー脱退後の初ライブで、 新メンバーが明らかに NME ジャパン2015年8月21日、ゴードンは妻の産休のため欠席した。ありがとうございます。